よし。よし。皆さんにはこれが何に見えるか。人はこれをお風呂と言うかもしれない。いつから人はこれをお風呂と言うようになったか。簡単な話です。みんなが普段入るお風呂という存在概念はこの形という固定概念にとらわれてしまっているから、みんなはこれをお風呂と言う。だが私は違う。私はこれをお風呂という固定概念で見ることなく、もっと広い視野で見た時、お皿に見えた。お風呂の固定概念を取っ払って考えてみてください。これはどう見てもお皿、大きなお皿です。はい、というわけで新品のお風呂お皿を買いました。綺麗な状況なので、僕はこれはもうお風呂じゃありません。お皿として見ています。その前提でいくよ。はい、というわけでもうすぐ静岡を去ることになります。最後にね、この静岡でみんなででかいことしようかなと思って、みんなでカレーパーティーしてえなと思ったんですよ。大きなお皿にカレーをいっぱい持ってみんなで食べようと思ったんですけども、大きなお皿が見当たらない。思った瞬間、僕はもうお皿にしか見えなくなりました。というわけで静岡の給食センターからご飯、カレーライスたくさん準備してもらったぞ。というわけで今日はお風呂、いいな、お皿、この大きなお皿いっぱいにカレーを持ってみんなで食べていきたいと思います。とりあえずみんな勘違いしないでほしいのは、一回ももうお風呂として使っていません。新品を買いました。そして綺麗です。もう食器だと思っていることを勘違いしないでいただきたいから、家のお風呂でやっちゃダメだぞ。では行こう。では早速カレーをよそっていきます。もう懐かしい。熱い熱い。うわ、すげえ給食っぽいな。うわ、やべえ。待って待って待って、このままどうせできないんだね。こんな給食当番いたか今まで。あー、でも多いな。こうやって混ぜないとね、怒られる。下濃くなる。じゃあこれいきます。はい、できました。はい、というわけで今日の給食の準備ができたので、みんなを呼びます。みんな集合。食べよう。給食の時間だよ。え、でも美味しそうなんだけど。給食センターですよ。マジで給食食べられるってこと。給食だよ。はいはい、よし、給食の時間だ。イエーイ。あ、ちなみに30人前です。いけるんじゃない。いや、いけるよ、正直。ありがとうございます。今だけかな、うまそうって言ってられるの。いや、30はやばいよ。あの女の子たちの分も食わなきゃいけないんだよ。クリストに食ってた女の子たちの分。では、いただきますか。いただきます。いただきます。まずは味がね。うまっ。懐かしい。あ、おいしい。うまい。余裕でしょ、これは。いけるいける。もう事前に二人にはあんまり食べないようにって言ってきてあるんで、いけるでしょ。結構深いな。浅いように見えますけど、結構ありますからね。大地くん、大地くん、カレー食べよう。なくなった。ほとんど食べたよ。もうあとちょっと。というわけで、ちょっと3人だと間違いなく無理だったので、ちょっとずつ人を増やしていきます。これ痛いの。給食なんでもさ、すごいよね。給食って合法的に女の子とご飯食べれるんだよ。あ、すごいすごいよ。だって女だって絶対男の子と食べなさそうな女の子とかと食べれるんだよ。確かに。すごいよ。だって高校からもう無理なんだよ。高校から女の子と食べれないご飯が。お疲れ。お疲れ。お疲れ。はい。嬉しいでしょ。はい。お疲れ。お疲れ。みんな待ち望んでたから。どうぞ。カレーです。どうぞ。おめでとう。ありがとうございます。こちらです。ご飯食べた？食べてないです。大丈夫。待って、そこ見えてきた。そこもう結構終盤じゃないですか。これは来たよ。うん、減ってる。本当に減ってる。最高。7人で食えばさすがに減るね。減るね。うち一人3人前超少。7、4、28、4人前ぐらいか。全然そんなに食べる。おお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 
ちょっと食べました。よし、おめでとう。もうだって、もう4時だよ、うん、やばいな。4時もう夜ご飯じゃん。本当だ。さっきまで、おしゃれな朝ご飯といいお昼ご飯の真ん中とか言ってるやついたのに。あとどんくらいですか。これ終わったら先生何度もするから。しゃあ。よし、食べたか。もう食えねえ。せーの、ごちそうさまでした。